抜いても抜いても雑草が生えてくる。そうだ、コンクリートで埋め立てよう。やっぱりビッグが一番。どうも、サーユーです。抜いても抜いてもタッチマウ。そうだ、もう一回しこ。いや、言わせねえよ。ナイスです。ということで、買取台数ナンバーワンから不正件数ナンバーワンに業種変更したビッグモーターの件になるのですが、今回なんですけど、元ビッグモーター社員が4年前にツイッターで暴露した兼重宏一が起こしたヤバすぎる事件、通称キャバクラ手満事件について見ていこうと思います。お前、最近 YouTube からの広告制限かからねえからって油断しすぎじゃねえか。 YouTube で手満はさすがにアウトじゃねえの。冒頭から抜いても抜いてもタッチマウとか言ってた人がどの口で言ってるんですか。ということで、こちら元ビッグモーター正社員さんというアカウントのツイートになります。こちらのツイート投稿されたのは2019年の8月23日のツイートになりますので、今回のビッグモーターの不正の件で世間が騒ぎ出す全然前にされたツイートになりますね。ビッグモーター次期社長になる予定の K 氏は、現場を知らない坊ちゃんだから現場からは信用がない。そりゃ博多でキャバクラ行って席でキャバ嬢に手満して本社にヤクザが来る事件起こすわけですわ。ということで、2019年の時点でビッグモーター次期社長になる予定、そしてイニシャルが K ということで、ここで言われている人はこの時点で兼重宏一さん一択になるわけですが、キャバクラで手満ってさすがの俺でもしたことねえ。これまず重要なことを一つ確認したいんだけど、これ手満に対しての同意はあったの？なかったの？まあ、本社にヤクザ来てるって時点でなかったんじゃないですか。いや、同意があったとしても店内でそんなことしちゃダメですけどね。続きになります。その後社長、まあ、この時2019年なんで、社長っていうのは兼重宏一さんの父親である兼重宏一さんのことだと思いますね。その後社長に本当にそんなことしたのかと同席していた幹部たちのいる前で、やっていませんと明らかな嘘をつく時点で人として終わっている。そういう会社で働きたいなら死ぬ気で他の条件いいとこ探した方がいい。ということで、まあ、このツイートの信憑性がまずどの程度なのかって問題はありますが、このアカウントがビッグモーターの正社員であること自体は本当っぽいです。まあ、正直今の時点で言えばよ、何してたって不思議じゃないとこまで来ちゃってんだよ。ビッグモーターは客の車を傷つけて修理代釣り上げてたり、街路樹に除草剤ばらまいて枯らしたり、めっちゃ教育したり、めっちゃ死刑にしてみたりって、まあ、どれもこれも普通であれば誰も信じないだろ。でも現実として起きちまってる。キャバクラで手満、なんだ不思議じゃねえよ。何が起きてもおかしくない。まるでグランドラインですね。これが本当だとしたら強制わいせつ罪で終身刑よ。罪重。さらにこのツイートに対して、別の元ビッグモーターの社員、しかも自称ではありますが元トップ営業だったというアカウントが引用でリツイートしておりまして、わらわらわら、これ当時めちゃくちゃ騒がれてたんだけど、もう一つ裏話があって、ビッグモーター副社長キャバクラ手満事件で何百万払って示談で済ませるってなったんだけど、自腹は嫌だから経費申請するっていうので申請して却下した本部の人間を営業課店長にまで降格させた副社長を私は忘れない、わらわら。ということで、なんと兼重宏一さん、なんと手満を経費で落とそうとしたんですね。え、手満って経費で落ちるんですか。落ちるわけなかろうが、接待交際費ならまだしも、そこで起こした個人のトラブルっていうか強制わいせつ罪に対する示談金をなんで会社が面倒見ないといけないのよ。え、手満を経費申請されてそれを却下したっていう本部の人間飛ばされちゃったの？いや、何も悪いことしてないじゃん。もちろん通常であれば手満は経費では落とせません。そして兼重宏一はキャバ嬢も落とすことはできませんでした。落とせてたらヤクザ来ねえもんな。でヤクザに脅されると、女がみんな金になびくと思ったら大間違いよ。女を舐めすぎ。舐めたんじゃなくて手満なんですけどね。おい、ちゃっかりライン超えるなよ。まあ、ただ普通に考えると、そういうことしてるのってあんまり人に見られたくないっていうのが普通だと思うんですよね。他の幹部の人たちも同席してたっていうし、他の幹部も一緒になってやってたんじゃないの。キャバ嬢の股間をタイヤに見立てた講習会だったんじゃねえの。こうやって客のタイヤに穴開けろって。のこさんも LINE 超えてますよ。まあでもこいつチビだからな。聞いた話、身長160前後らしいじゃん。まあ、つまり俺らと変わらんのよ。ってことはあれよ、タッチバックとかするときに腰の位置が低いからやりづれってあれやるしね。ましてやキャバ嬢なんて高いヒール履いてるからなおさらだろ。こいつに残されたのは手満だけだったんじゃねえの。そもそもキャバクラはそういうことする店じゃないわよ。さらにこの件ですね、続報、なんとなんとなんと、キャバクラ手満事件、毎月全社員から吸い上げてる使い道のわからない親睦会費の2000円から支払われてたとの噂ということでですね、
手満は経費で落とせてたんですね。示談金でしょうが。いやいや、全社員のお給料から天引きしてるっていう親睦会費でキャバ嬢と親睦深めちゃってるじゃないですか。少なくとも深まってはいねえんだわ。ま、あくまで噂と書かれているのでどうなのかは分かりませんが、当時社員数が、まあ、仮に5000人だとしたら毎月親睦会費で100万も集まるっていう計算なんですよね。全社員から集めた金で手満って悟空の元気玉みてえだな。いや、元気穴か？オラを元気にさせてくれって。いや、これ以上元気になられてもオラに現金を分けてくれの間違いでしょうが。まあお金ならたんまりあるでしょうけどね。ただこれらの話ですね、ちゃんとした証拠があるわけではないのでどこまで真に受けるかっていうのもあるのですが、金重光一さんですね、ここまで話が大きくなっているにもかかわらず未だ表立った謝罪等は一切ありません。このまま逃げ切るつもりか？いつまでパパに守ってもらうのよ。お互い様なんじゃないですか。親離れも子離れもできてないように見えます。もうこれしょうがないけど、金重光一に関してはイメージ最悪だからな。ビッグモーターっていうかチョロキューやん。だから俺考えてきたんだよ、金重光一が許される方法。いや、ないでしょ。謝ってすらいないのに許されていいわけないでしょうが。ちなみにどうするんですか？ YouTube やるんだよ、金重光一のチョロキューチャンネル。挨拶考えたんだ。どうもビッグモーターなのにホビホビ金重光一です。え、身長何センチかだって？160です。ビッグモーターなのに背が小さい言うてね。え、まるでコナン君みたいだって？うるせえ、しけ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 、教育教育教育、どつき回すぞボケカスが。気が小さい言うてね。え、キャバ嬢に手満したのは本当かって？気持ちいいかい言うてね。ま、現実では強制わいせつでヤクザにガン詰めされまくって全く気持ちよくなかったんですけどね。でもその時の経験が立派に生きて今は社員をガン詰めしてます。社員脅しまくって教育した結果、ビッグモーターの売り上げはうなぎ登り。ま、股間のうなぎはのぼせ上がったままになっちゃったんですけどね。なんつって、これだろ。ダメに決まってんだろ。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。ポリション差別を金に変えろ。若年被害女性支援事業から米軍基地反対運動、庶民は大勢労働、ノーギャンノーギャンノーギャン、ゾンビ5000、ご存知リアルなフェミニスト、ゲリチェリーマネー。